はい、皆様こんにちは。コミット TV ヤギでございます。本日は2021年度版カルティエの人気おすすめモデル8000、こちらをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回の内容についてお話ししていきたいと思います。カルティエといえば誰もが知っている1847年創業のフランスの高級宝飾ブランドです。イギリス国王エドワード7世をして、王の宝石商、宝石商の王と言わしめた名門ブランドでもあり、現在その知名度は揺るぎないものとなっています。カルティエは1993年よりリシュモングループの傘下となっていますが、その時計コレクションは豊富にあります。宝飾のみならず優れた時計を世に送り出す時計メーカーとしての認知度も高く、自社製ムーブメントの評価も高いです。今回はそんなカルティエの人気おすすめモデル8世をご紹介したいと思います。1つ目はサントス・ドゥ・カルティエ、リファレンス WSSA0030 です。1904年ルイ・カルティエとブラジル人飛行士アルベルト・サントス・デュモンの友情によって誕生したモデル、サントス・ドゥ・カルティエ。ブルー文字盤が特徴的な LM サイズの時計はシルバーの針にスーパーアルミノバが塗布されています。針の大きさを太くしたことでよりスポーティーな印象と視認性が向上しました。飛行機の機体のパーツをつなぐネジをモチーフにしたビスが打たれていますが、このビスがなんともかっこいいですね。ここのところ価格の高騰が顕著なバシュロン・コンスタンタンのオーバーシーズのように簡単にベルト交換が行えるクイックスイッチを採用しており、ブレスレットとレザーストラップを気分や季節によって気軽に交換できる点も魅力の一つです。ブレスレットはスマートリンクが採用されていて簡単にサイズ調整することが可能になっています。他ブランドでもブルー文字盤は人気ですが、サントスのブルーグラデーションもとても綺麗でおすすめです。2つ目はカリブル・ドゥ・カルティエ・ダイバー、リファレンス W2CA0004 です。2010年に誕生したカルティエ史上初めてのダイバーズウォッチ、カリブル・ドゥ・カルティエ・ダイバー。こちらは2015年に発表されたステンレススティールに ADLC 加工を施したブラックケース ×18 金ピンクゴールドのコントラストが目を引くモデルです。極めて精度の高い ADLC コーティング仕様のステール製逆回転防止ベゼル、 300m 防水、スーパーアルミノバ夜光インデックスなど高い機能性を備えております。実はこのカリブル・ドゥ・カルティエ、2019年頃で生産終了となっているようで、公式ホームページやカタログからその姿を消しています。人気モデルのディスコンは相場が上がることも考えられますので、両個体と出会ったら抑えておくことをおすすめいたします。3つ目はタンク MC、 リファレンス W5330001 です。カルティエのフラグシップであり、ブランドを最も象徴するシリーズタンク。名前を冠したモデルにはタンクソロ、タンクアメリカン、タンクルイカルティエ、タンクアングレーズなどがありますが、ご紹介するタンク MC は2013年に誕生したコレクションラインです。第一次世界大戦終了後、戦車の轍にインスピレーションを得たデザインが特徴です。柔らかい風合いのピンクゴールドケースに美しい業者彫りが施されたシルバー文字盤がカルティエらしい上品な印象ですね。正方形のダイヤルにはスモールセコンドがバランスよく配置されています。またシースルーバックからはメンズ向けに開発された自社開発ムーブメント、キャリバー 1904-PSMC が覗けます。4つ目はタンクルイカルティエ、リファレンス WGTA0011 です。創業者ルイカルティエ自らが愛用したタンクルイカルティエはタンクシリーズの原点とも呼べるモデルです。ルイカルティエが取り入れたモダンなレクタングラーケースは後にアールデコと呼ばれる様式の先駆けともなりました。ケースサイズ 33.7mm×25.5mm はやや小ぶりでありながらクラシカルかつモダンな雰囲気をまとっています。ブルースチール張りかけるカボションの組み合わせがカルティエらしい一本ですね。クォーツモデルもありますが手巻きモデルをおすすめいたします。5つ目はドライブ・ドゥ・カルティエ、リファレンス WSNM0004 です。斬新なフォルムの時計を生み出してきたカルティエですが、2016年に発表された自動車がモチーフとなったモデルがドライブ・ドゥ・カルティエ。クッションシェイプの美しいケースが特徴的で、自社製ムーブメントキャリバー 1904MC が搭載されています。またドライブ・ドゥ・カルティエは手巻き二進モデル、ムーンフェイズ搭載モデル、レトログラード式で第二時間帯を表示するモデル、トゥールビオン搭載モデルなど多彩なラインナップとなっており、カルティエの力の入れようが伺えます。ケースサイズも 40mm と使いやすく、
現在の趣向に合っていますね。こちらのドライブ・ドゥ・カルティエはジェラルド・ジェンタ氏のデザインを彷彿とさせるベゼルフォルムとなっており、個人的に非常に好みな一本です。ブレスレット仕様やブルー文字盤仕様が発表されたらとても人気が出るのではないかと、カルティエのコレクションでも今一番注目しています。6つ目はトーチュ CPCP コレクションプリベカルティエパリ。1912年、ルイ・カルティエが亀の甲羅をモチーフに創作した時計で、トーチュはフランス語で亀を意味します。ラウンド型の時計が定番であった時代にデザインされたトーチュですが、その先見性があるデザインは現在でも全く色褪せていませんね。美しい曲線を描くトーチュケースが魅力ですが、現在はディスコンとなっています。個人的に復刻を期待したいコレクションラインの一つです。7つ目はロトンド・ドゥ・カルティエクロノグラフリファレンス W1556238です。カルティエの中でも最高級のコレクションラインに位置するロトンド・ドゥ・カルティエ。シンプルなラウンドケースにレザーベルトの組み合わせがクラシックでありながら洗練された印象のモデルです。こちらは2カウンターのクロノグラフにカルティエ特有の剣型のブルースチール針が差し色に使われている美しい時計です。また放射状に光を放つシルバー三連文字盤もとても綺麗ですね。ケース径も 40mm と使いやすく上品でありながらしっかりと存在感もあります。自社製自動巻きムーブメントキャリバー 1904-CHMC が搭載されています。8つ目はサントス・ドゥ・カルティエリファレンス WHSA0007、WHSA0015 でございます。世界初の腕時計と言われるサントスを現代的に解釈したサントス・ドゥ・カルティエ。こちらは2018年に発表され、カルティエのアイコンであるローマンインデックスをムーブメントの基盤にした大胆な着想を取り入れたスケルトンウォッチです。ムーブメントを文字盤から覗けるスケルトンウォッチの開発は様々なブランドが取り組んでいますが、インデックスとムーブメントを一体にしたことでダイヤルに何もない空間を作るという独自のコンセプトに脱帽の一言です。こちらのモデルにも簡単にストラップ交換が行えるクイックスイッチが採用されており、ブルーのレザーストラップが付属しています。まとめとなりますが、いかがでしたでしょうか。ここのところカルティエの時計人気が密かに再熱しているように感じます。特にカルティエの現行最上級ライン、素材はプラチナおよびゴールドを使用したコレクションプリベカルティエパリ CPCP は時計好きクロートのお客様からの需要が多くあるように思います。また今回はご紹介しませんでしたが、パシャ、ロードスター、ロンド、バロンブルーなど他にも魅力的なコレクションラインが多々あります。概要欄に公式ホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひお好みの時計を探してみてはいかがでしょうか。また以前メンテナンスについての動画もアップしていますので、まだご覧になっていない方はぜひともご視聴ください。はい、本日の内容はいかがでしたでしょうか。カルティエ、本当に素敵なモデルばかりでございましたね。コミットでも最近取り扱いが増えているブランドでもございます。ぜひこの機会にカルティエに興味を持っていただければ幸いでございます。コミット TV では毎日高級時計にまつわる情報を配信しております。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それから動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらも忘れずによろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。